ジョエル公演とイーサン公演はアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。公演兄弟として共同で映画制作に携わっている。兄のジョエルは1954年11月29日に、弟のイーサンは1957年9月21日にミネソタ州ミネアポリス郊外のセントルイスパークで生まれた。父親のエドワードは ミネソタ大学で経済学を母親のレナはセントクラウド大学で美術史を教えていた。また、兄弟の上にデビーという姉がいる。少年時代から兄弟は読書や映画鑑賞を趣味としていた。ジョエルが貯めたお金で8ミリ映画撮影用機材を購入し、近所で仲間を募って映画を撮り始めたこともあった。この頃制作した映画には、 当時兄弟の好きだった映画のリメイクの他にヘンリー・キッシンジャーを主人公にしたオリジナル作品もあったという。二人はマサチューセッツ州のバード大学サイモンズロック校を卒業。ジョエルはニューヨーク大学で映画制作を学ぶ。一方イ、e、ーさんはプリンストン大学で哲学を学んだ。ニューヨーク大学を卒業後、ジョエルはアシスタントとして映画や ミュージックビデオの制作現場で働くようになる。ジョエルは映画監督のサムライミと知り合い、彼が監督したホラー映画、資料の腹綿の編集助手となった。その後もライミは公園兄弟の友人として、講師ともに親密な交際を続けている。この頃プリンストン大学を卒業した E さんが、ジョエルの住むニューヨークを訪れてくる。兄弟は共同で脚本の執筆を開始、 後に、それを彼ら自身の手で映画化した、諸女作、ブラッドシンプルを発表する。同作は低予算での制作ながら、完成度の高いスリラー映画として、好評を博した。この作品で、兄弟は、インディペンデントスピリット賞の監督賞を受賞し、一躍インディペンデント映画界で注目される存在となる。その後、兄弟は、 ハリウッド・オーディスタジオの20世紀フォックスと契約する。そして20世紀フォックスからのバックアップを受けて、赤ちゃん泥棒、ミラーズ・クロッシング、バートン・フィンクといった話題作を次々に公開する。特に、バートン・フィンクは、同年度のカンヌ国際映画祭で、パルムドール、監督賞、男優賞の主要3部門を制覇、兄弟の国際的な知名度を向上させた。 ハリウッドスターを数多く起用し巨額の制作費をかけた未来は今では工業的に惨敗を喫したものの剣道従来を喫した自作ファーゴは批評家たちに絶賛され兄弟に初のアカデミー賞をもたらした海外での評価も高くこの作品で兄弟は2度目のカンヌ国際映画祭監督賞を受賞しているファーゴは2014年から t シリーズ ファーゴ、ファーゴとなり、兄弟が制作指揮を務めている。ビッグ・リボース・キュア公開当時は、工業的にも、批評的にも微妙な評価だったが、現在では、カルト映画として一部の熱狂的なファンから、絶大な支持を受けている。2000年代に入っても、公演兄弟は、意欲的に作品を発表していく。ジョージ・クルーニー主演の、オー・ブラザー、は、 映画のサウンドトラックが700万枚を超える売り上げを上げるという話題作となった。翌年のバーバーでは往年のフィルムのワールを彷彿させる白黒映画の制作に挑戦。バートン・フィンク、ファーゴに続き3度目のカンヌ国際映画祭、監督賞を受賞した。ディボース賞レディ・キラーズも工業的に成功を収め、批評家たちからの評価は高くとも一般受けは、 しないという兄弟に貼られたレッテルを返上する活躍を見せた。ノーカントリーでは作品賞を含むアカデミー賞4部門を受賞。批評家たちからファーゴに匹敵する傑作だと称賛され、全世界で1億6000万ドルを上回る工業収入を上げた。翌年に公開されたバーン、アフターリーディングも全米工業収入初登場1位という大ヒットを記録。 二年後には、トゥルーグリッドで、全世界興行収入が、ノーカントリーを上回る、二億五千万ドルを記録し、公演兄弟のキャリアにおいて、最大のヒット作となる。その後も、インサイドルーイン、デイビス名もなき男の歌で、第65回カンヌ国際映画祭審査員、特別グランプリを受賞。2015年には、第68回カンヌ国際映画祭の審査員長に就任。 同映画祭では、史上初となる兄弟揃っての審査委員長となった。便宜上、ディボース賞までは、監督、脚本に、ジョエル、脚本、制作に、イ、e、ーさんが、それぞれ別個にクレジットされてきたが、実際はどちらも、兄弟の共同作業であり、レディキラーズからは、監督、脚本、制作はすべて兄弟の連名となっている。また、公演兄弟は、 ロデリック・ジェインズという編名で映画の編集作業も行っている。コメディ色の強いスリラー映画、もしくはスリラー色の強いコメディ映画、特にユダヤ的な笑いを用いたものを得意としている。作品のテーマとして、犯罪、特に誘拐や恐喝を取り扱うことが多い。 基本的に兄弟が制作する映画は彼ら自身が書き上げた脚本に基づくものであるが物語の大まかな枠組みとして既存の文学作品などからモチーフを借りてくることも多い。特に兄弟のハードボイルド小説への系統は顕著である。ミラーズ・クロッシングはダシー・ルハメットのガラスの鍵や地の収穫をビックリ・ボースキはレイモンド・チャンドラーの大いなる眠りをバーバーは ジェームズ・エム・ケインの殺人保険や郵便配達は二度ベルを鳴らすをそれぞれ参考にしている。オー・ブラザー。では、ギリシャの古典女児史、オドゥッセイアの本案がなされた。技術的な特徴としては、移動撮影や複雑なカット割りの多様が挙げられる。撮影監督として、初女作のブラッド・シンプルから三作目のミラーズ・クロッシングまでを、バリーソネンフェルドが四作目の バートン・フィンク以降のバーン、アフターリーディングを除くすべての作品をロジャー・ディーキンスがそれぞれ担当している。兄弟は彼らの制作映画にしばしば特定の俳優たちを起用することで知られる。スティーブ・ブシェミ、フランシス・マクドーマンド、ジョン・ポリト、ジョン・タトゥーロ、ジョン・グッドマンらが講演組として認知されている。しかし近年では、兄弟が名声を得たことによる作品のビッグ、 バジェット化に伴い、ジョージ・クルーニー等のスター俳優の起用が増え、彼らの出演機会は以前と比べ相対的に減少しつつある。映画中の音楽は、カーター・バーウェルが一貫して作曲している。兄弟は、カンヌ国際映画祭の常連であり、バートン・フィンクで、同映画祭初の主要3部門を制覇したのを、皮切りに、ファーゴ、バーバーでも、監督賞を、インサイドルウィン。 デイビス名もなき男の歌で審査員特別賞をそれぞれ受賞している。アカデミー賞ではファーゴで脚本賞を受賞し、ノーカントリーでは作品賞や監督賞など計4部門を受賞。名実ともに現代のアメリカ映画界を代表する巨匠として注目を集める存在である。ジョエルは1984年に、 ブラッドシンプルに主演したフランシス・マクドーマンドと E さんは1993年にミラーズ・クロッシングの編集助手を担当したトリシア・クックとそれぞれ結婚した。どちらの夫婦もニューヨーク在住である。ジョエルはファーゴでアカデミー賞脚本賞を、妻のマクドーマンドはアカデミー賞主演女優賞をそれぞれ受賞している。2011年に兄弟でダン・デービット賞受賞。 ありがとうございます。